それにしても一体どこに消えたんだ？あのおにぎり。不思議なこともあるもんだ。会長。うわぁ！だからどうしてお前はいつも神出鬼没なんだ？え、そう？普通に現れてるじゃん。どこがだよ。だってほら、空から降ってくるわけでもないし。アホかお前は！空から降ってくる人間がどこに。まあよかった。俺としたことが貴重な食料を落とすなんて。いや、おっかりおっかり。おかえりなさい、お兄さん。どうしたの？ミサの方こそどうしたんだ？え？いつもはお兄さんなんて呼ばないくせに。急に海外宿して気持ち悪いぞ。さては何かねだるつもりか？それとも俺に何か後ろめたいことでもあるのか？やだなお兄さん、ミサはいつもこんな。もしかしてこの前俺の目の前でおならしたこと帳消しにするつもりじゃ。ダメよミサちゃん。客のジョークにマジギレしちゃう。まあ嫌なジョークですけどね。やだなお兄さん、ミサおならなんてしてないよ。はい、お水。それどこの水？お兄さんアルプスの水がいい。汲んできて。またそんなわがまま言って、ミサを困らせないでお兄さん。それより今日は何にする？ミサのおすすめはオムライス。お兄さん、オマールエビのロースト、赤ワインソースとフォアグラのポワレ、サマートリュフ添えがいい。またそんな無茶ばっかり。ミサを困らせないでって言ってるのに。ミサの方こそ、あれもできない、これもできないってわがまま言ってダメじゃん。おまけにおならまでしてないって嘘つくし。だからしてないって言ってるだろ！この変態バカ兄貴！やっちゃった。なんかミサ、今日は機嫌悪そうだから帰ろっかな。お兄さん、また来てくれてもいいんだからね。おお。これはまさか。もう一つの妹キャラ、あれね。そうよ、ロリ系でも真面目清楚系でもない天然。あ、ほら、薄い先輩来てくれたよ。頑張って。俺になんか用？はい、呼び出したりしてすみません。どうしても直接お話ししたいことがあって。実は私、入学前からずっと先輩のこと気になって。ねえ、薄い先輩。俺三度の飯よりメイドが好きな重度のオタクだから、愛読書は全てメイド関連、喫茶店は必ずメイド、もちろんフィギュアもコレクション中。メイドなゲームをプレイしては萌えも言って興奮すると自らメイド服を着てハーハー言うよ。そんじゃ。しっかりして、これは試されてるのよ。だからなんで転校生がここにいるんだよ。この前違う喫茶店でパフェの大食い大会に出ちゃったら、ここでイベントあるって教えてもらったに。バカ野郎、このイベントは真にメイドやって思うやつにこそ参加の資格があるんだぞ。そうだそうだ。サンバカは予想ついてたが、まさか新谷が来るとは。やる気満々じゃない。おはよう薄井くん。どうも。結構人多くなりそうよ。見てホールの様子。どんな人がいるわよねやっぱり。してくれた人間に失望されるのは辛い。ま、俺は失望しないけどね。会長が何をしてようと。ほら証拠。うわぁ、何ドドと持ってんだよ。お守りだもん。何の？愛の。はぁ、このちょっと。そろそろ教室戻るかだな。ああ、奪おうとした会長が悪い。うわ、あれはヤバいって。どうしよう、いくらなんでも。
取ってこようか。でもお前今からじゃ下の奴らに拾われるのが先じゃん。って何やってんだ。最短距離。そりゃそうだが死ぬ。うついさんだ。まさかここで会うなんてびっくりですよ。あなた誰ですか。え、うついさんですよね。私の名前はうついじゃない。留学中のエゲルシュンです。この声うついさんじゃないよ。キャラが違う。うついさんに教えてあげなきゃ。そうですね。すごいね、カノ君。びっくりしたよ、僕。そろそろ戻りましょう。ほら、ケーキが残ってたでしょ。